ラーソン少佐はここにいます。施設を調べてください。向こう側で合流しましょう。 今のは何だ？施設の、あちこちで歪みが発生し、時間に切れずが入っているようです。断固たる決意をパイロットが何か用か。ここは何だ？ IMCはフロンティア各地に科学研究施設を持っていますが、フィリシアが把握している中にこのような施設もありません。把握している施設は？フロード総合作戦開始前、我々は IMC 施設を29箇所制圧または破壊しました。 アンダーソンは死亡だが、ヘルメットを手に入れた。ヘルメットは無事のようだ。そうですね、ヘルメット解析してデータを取り出します。了解。アンダーソンの死亡により特殊作戦217の指揮権はあなたに移ります。戦地昇進おめでとうございます。 SRSのサラ・ブリックス司令官がアンダーソンに行ったブリーフィングを再生します。アンダーソン少佐、2週間前に IMC の通信を傍受した。連中大砲で何かを発見したようね。この地点で強力なエネルギーが放出され、奇妙な歪みが発生している。そこで SRS に向かってもらって問題の施設に侵入してもらおうと思う。了解。手がかりを。グリズリー作戦で回収した手首装備はクーベンブリスクを雇って、 彼が率いる傭兵たちに何か重要なものを守らせてれば、だから気をつけて。アンダーソン、私が死亡届を書くのが嫌いなのは知ってるわね。一人では行かないで。SRSはチームよ。アンダーソン少佐が集めたデータは不完全のようです。我々には特殊作戦で217を完遂する責任があります。手首装着型デバイスを見つけてから進みましょう。どうする？ 任務を更新しました。警備塔に亀裂を検知。アクセスを試みます。私はリング上の建造物をスキャンします。情報やデバイスの行方を調査してください。もっと楽な方法があるはずだ。探してみましょう。
したログと関係しているかもしれません。ログを再生します。IMC はやはり何かを発見していた。時空を曲げる装置だ。奴らの作ったものじゃないが、修復しているのか。計画が何にせよ大惨事の可能性がありそうだ。アンダーソン6342、ホールドウェポンのエネルギー源はアークと呼ばれている。格納容器は未完成。容器は空だ。アークは別の場所にあるのだ。以上。リングに大量の残留エネルギーを検知。アークはここに送られてきたのでしょう。アンダーソンの計画では起動中のリングの中心に近づき調査する予定でした。よくやりました。スキャン完了です。
アンダーソンの報告通り、IMC は完成版フォールドウェポンで惑星ハーモニーを破壊するようです。私たちの旅は終わっていません。クーパー、このデータを艦隊に渡さないと。